やめなさいよね。ここに行くんだね。あらあら、ずいぶんと醜い神様もいたものね。最初からこいつの姿見せてれば、誰も犯罪心なんて信仰しなかったんじゃないかしら。おまけに知性のかけらも感じないに。なんだろう、あの声を聞いているとすごく不快な気持ちになる。純粋な負の情念の塊、それが犯罪心マジェコンヌ。と軽口叩いてる場合じゃなさそうね。どうやら敵として認識されたみたいよ。できそうにないかな。あんたたちは最後までそんなノリなのね。さーて、こいつを倒しちゃえば全部おしまいなのよね。そうね、まあいいことも悪いこともいろいろあったけど、私たちの手で犯罪心を、うん、この世から消滅させます。ダステーションの女神が相手をしてあげるわ。かかってきなさい。こんなことはしたくないけど、やるしかないの。この程度確実に仕留めるわ。私の番。さあ、行くわよ。この力。行くよ。ごめんなさい。そうよ。任せてください。こんなことはしたくない。けど、やるしかないの。この力。やらせないだから。パンサーブレイド、
華麗に決めるわ。打って打って打ちまくるわ。泣いて謝ったってやめてあげないんだから。とどめ、いただき。私のパン、お願い。よーし、私のパン。これに対して、はい、私の番ですね。誰もこんな戦い求めていないんです。この力、この器も、もう終わりか。これでも力がレベルチェレンジ。またもうレベルや、レベルなんて器が崩れる。倒したの。犯罪神の体が崩れていくにゅ。勝った、やったー、私たちの勝ち。これでゲーム業界に平和が戻るんだよね。嫁と頑張った甲斐があるよ。そうね、これで。え、あれは足りぬ。この器では収まらぬ。何あの光、犯罪神の体から抜けていく。私たちが倒したのは犯罪神の器だけ。あれを封じなければ真に勝ったことにはなりませんわ。封じるってどうすればいいですか。かつての女神たちは自分の体を身代わりに犯罪神を封じたという。身代わりにって、まさか。やれやれ、最後に面倒くさい仕事が残ってたわね。でもまあ、やるしかないか。嫌なことはさっさと終わらせちゃうに限る。パパーっと片付けちゃおう。待って、それってお姉ちゃんたちも一緒に封印されちゃうってことじゃ。最悪そうなりますわね。ダメ、そんなのダメよ。お姉ちゃん、いなくなっちゃ、やだ。それだったら、私が代わりに。私の見せ場を持っていく気？あなたには10年早いわよ。それに、少しは姉らしいことさせてよね。でも、なんかすっかりお別れしんみりモードになっちゃってるけど、私やすやすと封印される気なんてないよ。でも誰かを犠牲にしての平和は真の平和とは言えない。私には後を任せられる妹もいませんし、それに眠ってた3年間でやりたいゲームも溜まってますしね。本当に帰ってきてくれる？大丈夫、お姉ちゃんを信じなさい。さてと、よし、それじゃ行こっか。みんな、これ以上追い出しちゃダメだよ。おとなしく封印されなさい。あなたたちのせいでこっちは散々な目にあったわ。その借りまとめて返してあげるわ。とどめは私たちが。覚悟なさい、これで終わりですわ。
そんな嘘でしょ？皆さん、準備はよろしいですか？はい、バッチリです。別に、準備することなんて何もないけどね。服装だっていつも通りだし。心構えのことを言ってるんだよ、ユニ。涙で目を晴らしたままじゃ、あまりに格好がつかないだろ。誰が泣いてたって言うのよ。二人ともお行儀よくするんですよ。今日は新しい女神様のお披露目なんですからね。わかってるわよ。いつまでも子供じゃないんだから。大丈夫、ちゃんとできるよ。そうちょっと大人の顔になりましたね。泣き崩れてるに。まあまあ、それだけベールさんのことが好きだったですよ。さあ、おしゃべりはそこまでよ。外では多くの人があんたたちを待ってるんだから。あの、皆さん頑張ってください。嫁の大舞台応援してるよ。それじゃあ、行ってきますね。犯罪神はこの世から姿を消しました。犯罪組織も壊滅して、残っていたマジェコンも全部機能を失ったみたいです。そのことで不満を持ってる人もちょっとだけいるみたいですけど、ようやくゲーム業界は平和を取り戻しました。でも、結局、お姉ちゃんたちは帰ってきませんでした。はじめはみんな、絶対帰ってくるって信じてたけど、そのうち誰かが泣き出して、全員が泣き出して、涙が止まるまで、かなり時間がかかっちゃったけど、それでようやく立ち直ることができました。今日から私たちは、お姉ちゃんたちに代わって新しい女神になります。これからはお姉ちゃんの分まで私が。さあ、ネプギアさん、皆さんにご挨拶を。あ、はい。最初なんだからバシッと決めなさいよ。頑張って。無理だったら私が代わってあげるわよ。はあ、はあ、皆さん、今日からプラネティウーヌの新しい女神になるネプギアです。よろしくお願いします。長い間バタバタしてて本当にすみませんでした。大変お待たせしちゃいましたけど、やっとゲーム業界を平和にすることができました。でもそれは私たちのおかげじゃなくて、お姉ちゃん、先代の女神たちが命を落として犯罪心を封じてくれたから。私はまた何にもできませんでした。だからその分、
これから頑張りたいと思います。お姉ちゃんの意志を継いで精一杯この国を盛り立てていきます。大丈夫？泣きそうな顔してるわよ。大丈夫だよ、いつまでも泣いてられないもん。おお、感動的なスピーチ、さすがネプギア。感心してる場合じゃないわよ、私たち完全に死んだことになってるわよ。これは出て行きづらいですわね。本当はもう少し早く戻ってこられるはずでしたのに。ネプテューヌがグズグズしてるのが悪い。しょうがないじゃん、犯罪心が足掴んで話してくれなかったんだから。とはいえここでグズグズしてても仕方ありませんわね。遅くなるほど出て行きづらくなりますし。あなたが悪いんだから何とかしなさいよ。ほらズバッと言ってきなさい。いや、そんなこと言われても、私だってあの空気の中に飛び込んでいくのはかなり勇気がいるというか。じれったい、放り投げましょう。そうですわね、ノアル、そっちの足持ってくださいな。了解、それじゃあ3、2、1っていきましょうか。私持ち上げられてる。あ、待って、まだ心の準備が。3、2、1。それ。これくらいで疲れたなんて言ってられないわよ。大変なのはこれからなんだから。そうだね。これから私、しっかり代わりを務めるから。お姉ちゃん、空から見守っててね。どいて！そこどいて！放り投げたのは失敗だったかもしれませんわね。感動も何もあったものじゃない。嘘、お姉ちゃん帰ってきてくれたの？そのまだちょっと頭が追いついてないんだけど、お姉ちゃんなんだよね。うん、ちゃんと言った通り帰ってきたよ。ふふふふ、泣かないでよ。せっかく帰ってきたんだから、ここは笑顔でね。そんなこと言わなくてもいいと思うな。これからはずっと一緒にいてくれるんだよね。もういなくならないよね。うん、だからほら泣き止んで、みんな見てるよ。うん、
何？おかえりなさい。うん、ただいま。まだ甘い。まだまだ力任せになってるわね。そんなんじゃ私には一生勝てないわよ。それじゃあ今日はこれまで。腕に自信がついたらまたいつでも挑んできなさい。悔しい。私だってかなり強くなったのに。勝ちたい。お姉ちゃんに勝ちたい。こうなったら。なんで私が。何よ。この私が頭下げて頼んだのよ。不満なの？下げられてないし、いきなりついてきなさいって引っ張ってこられたし。ごちゃごちゃ言わない。ほらさっさと始めるわよ。特訓開始。さあ遠慮なく行くわよ。待って待って、いきなり特訓って言われても何やるかわかんないし。簡単よ。どっちかが倒れるまで殴り合うだけだから。ハードすぎるよ。それくらいやらなきゃお姉ちゃんには勝てないわ。視線をくぐり抜けてこそ見えるものもあるのよ。視線なんてくぐりたくないよ。そもそも私関係ないし。問答無用。とりゃー、あーやだー。いやー、若いものは精が出ますな。何年寄りみたいなこと言ってるのよ。あなたの妹ピンチみたいだけど。いやー、ネプギアなら大丈夫だよ。ユニちゃんよりは強いはずだし。言ってくれるわね。うちのユニが負けるとでも。ノワールもそう思ってるでしょ。まあ今のうちだけよ。あの子はすぐ強くなるわ。ネプギアよりも私よりもね。
ノワールも年寄りっぽいよ。そのセリフ、引退間近の師匠って感じ。うるさいわよ。もうそう簡単に抜かれるわけにもいかないし、私も少し頑張らなくちゃね。こらー！さっきから逃げ回ってばかりじゃない！真面目に戦いなさい！やだってば！戦いたくなんてないし！そっちがその気なら、遠距離射撃で仕留めさせてもらうわよ！